海沢口高崎と山町駅は、群馬県高崎市、海沢町にある、東日本旅客鉄道上越線の駅である。上越線に乗り入れる吾妻線と両毛線の列車も、停車する。相対式ホームに面2線を有する地上駅で、京上駅舎を持つ。有効町は、上の方面へ発着する重量編成の列車も一部時間帯に、当駅へ来るため、重量編成分を確保している。 高崎駅管理の業務委託駅であるが、早朝の一部時間帯は、駅員が不在となり、無人駅となる。自動改札機、緑の窓口が設置されている。深夜帯は、窓口閉鎖されるが駅員はおり、自動改札機を通過できない切符を持った利用者の改札などを行っている。自転車利用者が駅内を押して問屋口と、貝沢口とを通り抜けできるように、 トンヤ口とカイザー口のそれぞれのエレベーターは、駅周辺を利用するための自転車も乗せられるようになっており、大きさも少し大きくなっている。発車メロディは、当初は1番線が清流、2番線が雲を友として出会ったが、2014年3月の放送装置更新により、両番線とも定築制作の秋桜に変更された。JR 東日本によると、 2019年度の1日平均乗車人員は3950人である利用客数1。群馬県内の上越線の駅では高崎駅、新前橋駅に次いで第3位である。群馬パース大学や群馬県立高崎女子高等学校、群馬県立高崎工業高等学校などの学校に近いため学生の利用も多い。開業以来乗車人員は 増加傾向にある。近年の推移は以下の通りである。当駅の西方には1967年に開業した日本初の卸売業者団地、高崎問屋街が広がる。問屋街以外では住宅も多い。2004年、当駅が開業したことにより、周辺でマンション建設などの再開発が徐々に進んでいる。問屋街方面の出口。 高崎市内循環バスグルリン、大八木線高崎富山町駅停留所が、駅階段に隣接して存在する。富山町中央停留所を経由する、群馬バス、高崎駅イオン高崎線では、当駅最寄り停留所との車内放送を流している。群馬パース大学高崎新キャンパス、東日本旅客鉄道上越線、吾妻線、両毛線通勤快速、快速、 普通高崎駅高崎問山地駅の駅。ありがとうございます。